こんばんは、右側の腰の広背筋中央部部分が毎回痛くなります。どうしたらいいですか？右側の肩甲骨の脇も痛いです。右の肩甲骨の脇ってこういうことかな、こういうことなのかな、なんだろうね。こういうあたりがたびたび、ここね、こういうところがたびたび痛くなる。肋骨の終わり際って言ったらいいかな。で、起立筋との交点あたりに痛みが出てくるようなケースって、下広距筋っていう、よいしょ、うわ、こう生えてるね、筋肉が、過労を起こして痛みを出してるケースが結構多いですね。でね、右側がってなってくると、左のふくらはぎあたりが硬いケースがすごく多いです。仙腸関節を安定させるための筋膜のユニットっていうんだけれども、一つながり の筋肉たちっていうのがいくつか報告されてるんですよ。アウターユニットなんて言われるんですけれども、骨盤を安定させるために働いてる筋膜群で、前側のユニット、後ろ側のユニットとか、後ろの深い部分のユニットなんてあるんだけれども、後ろ側の仙腸関節をより深部の筋膜で支えてる、グループがあるんですね。でそれはよいしょ、右側だったらふくらはぎ、おっと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 、ふくらはぎからこの二頭筋、大体二頭筋の、長頭からぐーっと入ってきて、座骨から今度仙骨行って、こっちのね、胸腰筋膜っていう筋膜の深層にへばりついてくる。もう一つはそのまま起立筋の方に上がって、こうやって左の後頭部につくんだけれども、Y の字に伸びてくる筋肉があるんですよ。でね、大体その Y の字に伸びた先、で上広距筋あたりと一緒にこう過労、筋スパズムって言うんだけど、痙攣を起こしてるケースが多いですね。だからね、ふくらはぎのケアってよくやってもらいたい。じゃあ何でなんだけれども、こういう時こそカーフツイストやってもらいたいんですよね。カーフツイストやってあげると、こっちの右の背中あたりが楽になると。で、背中自体のこの下広距筋っていう筋肉も一緒に病んでしまってるケースがあるので、その場合はここにボールを当てて寝っ転がってコリコリやってくださいねって話ですね。で、指圧みたいな形でツーンとするところを見つけたら、それが落ち着いてくるまでそのまま置いとくんでもいいし、ちょっとコリコリやりながら痛みのレベルが下がってくるのを待つんでもいいですよっていう話です。いいですかね。